はい、皆さんこんにちは、ムーケンです。はい、じゃあこれからね、ちょっと 2.3、1週間ぐらいに、あと1週間ぐらいになったんで、10日ぐらいになったんで、ちょっとね、転売用の素材でも買い込もうかなと思って、今からね、ちょっと動きたいと思います。はい、じゃあ、獅子も行こうかな。まずグレンのバザーからやっていきましょうかね。ちょっとね、注目してるのがまだ安いんで、それをまず買おうかなと思って。はい、じゃあ買っていきたいと思います。はい、じゃあその辺はもう高くなってるんで、まあ中期的な転売でね、今やろうかなと。はい、ではこれからね、レンダーシードを買っていこうと思います。今だいたい1000以下かな。じゃあ1000以下を全部買っていきましょうかね。はい、じゃあ全部、まあ底値を1000ぐらいにするような感じで、1個ずつ買うの面倒なんですけどね。まあ1000以下は全部買うと思うんですけど、まあ期待値っていうのは自分で設けてて、これぐらいは行ってほしいよねっていうの。それがまあ当初はやっぱり当初っていうかね、もうちょっと高いんですよねこいつはね。なんかそれなんか直感っちゃ直感かもしれないですけど、その他のやつもね結構当たってるんでね、やっぱ期待値っていうのが運営なり設けてると思うんで、それに対して低いのはアップダウンあると思うんで、上がった最大瞬間風速の時にね売るような感じでまあ考えてますね。こう1個ばっかだな。はい、じゃあ次ベリーに飛びましょうかね。ベリーでも買っていきましょう。まあ、これをね同時に何人かで複数人でやれば一番いいんですけど、別の大陸に分かれてね、それでまあちょっと今皆さんお忙しいっていうかね、朝なんでね、100万ぐらい預けてねやればいいんでしょうけど、今一人でやってるんでね、ちょっと間に合わない、他の人たちが気づいてね先にやってる可能性もありますけどね。はい、じゃあベリーで買っていきましょうかね。植物だったな、もう1個しかないんだ。こっちでも安いな。すっからかんになっちゃいましたねこの大陸ね。さすがに全部は買わなくても、はい、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ次はドアチャカ大陸はないかな。ないな。あれ、ここってバザー、あ、バザー左やったね。じゃあレンダーでね、レンダーシアのやつを買いましょうかね。植物の4番で、少ねえな。まあ全部買うか。全部買えますね。はい、じゃあ900以下でいきましょうかね。だいたい期待値がね2000ぐらい最大に瞬間風速いくと思うんですよね。だからだいたい倍にで、よかったら3倍ぐらい上がんないかなと考えて買ってます。もうちょっと安かったんですけど、ちょっと先に行っちゃったかな、フレンドさんに。フレンドさんが動いたかもしれないですね。600とか700ぐらいやったんで、はいと、じゃあこの大陸はこんなもんですね。はい、じゃああとは冒険者の広場見ながらグレーに戻りましょうかね。冒険者の広場のね最低価格が意外と役立つんですね。今最低価格は全部ドアチャカですね。ドアチャカ行くか。クリアできるかなと思いますけどね。はい、じゃあドアチャカで、ズワイハナと、あ、間違えた、ずれてんなこれは。
安いっすね。もう全部この大陸は買います。はいはい、終わりと。じゃあまあグレンも買うかな。じゃあ次で冒険者の広場を見ると、プクしかないですね。プクの大陸でじゃあ買うか。プクプクプク。はい、じゃあプクの大陸飛びます。はい、ではここでまあ5大陸一応全部回ったことになるのかな。ルーラストーンがね、なかったんで今度やっとかないとな。全部一応ルーラストーン増えましたもんね。増えたんで服の大陸とかもやっとかないとな。はい、じゃあ買いに来ました。レンダーシード。じゃあまあ安いんで全部買いましょうかね。おお、これだけ最後のやつだけ注意で、あとは全部買いましょう。よし、これ以外は全部買いましたね。よし、このベラボーに高いのは置いといて、あとは全部買いました。はい、じゃあグレンに戻りましょうかね。一周だいたい終わりましたんで、まだ冒険者の広場のバザーの方にも反映されてないみたいですね。はい、では早速ね、一周全部大陸回ってみました。価格上がってるかな。まあちょっと あえて朝にしたんで、あ、安い。ここは変わってないみたいですね。この大陸はね。よし、1000ぐらいになってきたな。はい、じゃあバザー行ってみましょうかね。どう変わったかな。もうだいたい最低価格が1000になりましたね。見ると。はい、じゃあまあ1000かな。はい、じゃあもう1000になりましたね。はい、じゃあだいたい200ぐらい価格をね、全大陸引き上げたような感じになります。まああとはそうですね、1000でもまあ買っていくか、暇だしだからこれが倍になるかどうかですよね。まあ倍にならなくて半額になったらざまあなんですけどまあそれはそれでね、期待値より低かったなということで、まあ40万ぐらいかな、使ってみようかな。まあ倍になったら利益が40万出たってだけなんで、まあこんな感じで、まあ他にもね、レンダーシード以外も買っていこうかなと思うんですけど、なんかね、買うポイントっていうのはこう見るじゃないですか、このページを。でなんかこの店で買う時の値段ってあるじゃないですか、真ん中の下あたりに。これバザーのみになってるやつがね、跳ね上がりやすいんですよ。こう限界を突破してね、結構。はい、じゃあまあ40万使ったかな、ちょうど。はい、じゃあ何個買えたかな。1個1000ぐらいとして400ぐらいか。1,2,3,460個か。じゃあ今回は460個、まあ450個ぐらい買ったってことですね。じゃあこれがまあ40万ぐらいしたってことで、まあこれがまあ倍になればいいかなと思ってます。あ、じゃあ 2.3 でね、まあ多分、職人でね来る可能性があるんで、可能性ですよ、あくまで。下がれば下がったでまあしゃあないんで。昔僕金塊とかでこれやってたんですけど、金塊はね未だに上がらないんで、そういう外れもね時々あるんですけど、まあアクション起こした方がね、まあいいかなと思って。じゃあまあ今回レンダーシードの買いの話でした。じゃあまあ家具とかしか使われてないんでね、まあいいかなと。はい、じゃあ失礼します。上がることを期待して失礼します。